シルビア役の福田真由子です。戯曲には2つの時代が溶け合っていくって書いてるんですけど、まあ、書くのは簡単だよねと思って、どういうことって思ったりして、ただなんかこの作品のすごい根っこにある、あえてこういう表現しますけど、怒りっていうものはなんかすごく感じ取れたような気がして、怒りを持つことってあんまり良くないことってされがちだと思うんだけど、私は日々いろんなことに怒っているし、ちょっと共鳴するようなものを感じて、なんか飛び込んでみたいなって思いました。正直まだわからないっていうのが本音なんですけど、まあ相手にこう踏み込んでいく人だなっていうのがあって、ただ私自身はこう踏み込むのも踏み込まれるのも苦手なタイプなんですよね。相手に踏み込んでいく人ってすごく覚悟があるし、私にはない強さがあるなぁと思ってます。すごい仲いいんですけど、自分が開けてない扉とか開いてない扉がなんか結構まだ残ってる気がする。みんながこう開いた時になんかすごいことが、まあ、起きたらいいですねやっぱり人が不当に扱われてるの見るのって悔しくないですか？なんか嫌だなって、もうほんとシンプルにそれなんですよね。誇りを持てる生き方がしたいなって思うので、なんかそんな気持ちが詰まってる作品だと思います。